おーすおーいメジンです。はい、エッグバブですね。エッグバブ一応第3弾なのかな、それとも5弾ぐらいになるのかな、ちょっとまあ分かんないけど、一応クローブも混ぜようかなって思って、そクローブ混ぜちゃったら5弾になる。あー、5弾そうでね、まあようやく再開というか2ヶ月ぶりにね再開しましたけども、この企画、うん、そうもうねシャッフルをやめて、もうホールドでやっていこうかなっていう。あー、ホールド、ね、そうでね、結局ねやっぱり3000ばっか乗ってるんだけどそうで機体をねちょっと見つけて行きたい。そうあれレギルスってなんかよくね。レギルス、そうレギルス、あれレギルスってなんかいいよね。いやもうむずいけど使いこなしたらもう一級品っていうキャラだったと思うんだけど、まあ基本は。そうでねちょっとまあそれをね見てもらおうかなって。なるほど、名人。なるほど、俺のレギルス。レギルス、レギルス、まあレギルスね使って多分20戦ぐらいやったのかな。20戦ぐらいやってまあようやく1回ぐらい勝ったみたいなあ、そのぐらいね、勝つのが難しかった。いやまあボコボコのボコにね。そうで何が難しいかっていうと、何していいか分かんないあーどういうのがいいかな。射撃寄りって言われたら別に射撃寄りでもないけど、まあ格闘寄りか言われたら格闘寄りでもない。なんか結構ね射撃強そうみたいな、まあ、ただ、ね、射撃も強いんだけど、まあ、うん、格闘も全然まあ弱くはないって感じで、まあ普通の万能機っていう感じだから、ちょっと動かし方がね迷うんだよね。そうただねこのビットがね多分特徴というか、そうやね、そう横ビットみたいな、そうそう、なんか横ビットがなんか、まあ、バサーゴのサブみたいな感じで引っかかるから強いんだよな。そうこれをねうまく使えたらめちゃくちゃ強いんだろうなっていう、うん、味方焼いちゃいましたね。味方焼いちゃったけど相手も焼いてるから OK でしょう。さてなんかダークハンがねだいぶ減ってるんで、まあ下がるのかなって思いきや、いやーまあ下がらない。142減ったけど、なんとか見方があった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 あっとここは、7で済ましていく。いやキュベレがこっちしか見てないベッドが全然ね、使いこなせてないな。まあまあ、こればっかは回数かなって。回数でね、どういう風に動いて当てれるのかっていう当て感掴まないとなかなか難しいかな。まあ、もう心折れそうなんですよね、レイルズ。そう、もうなんかもうペナルペとか乗ろうかなって思ってるぐらい。いやーまあペナルペは勝手に出てくるミサイルがありますからね。うん。で射撃 CS で締めると、射撃 CS がね難しい。まあリブほどじゃないけど、すごいなんかね誘導してるっていうか、当たり方すごい時がいっぱいかけるんだけど、まあこれも強みの一つかな。でね、まあレギュルスじゃないんだけど、ストライクフリーダムもね実はちょこちょこ乗った。ああ、まあなんかストライクフリーダムね、なんか乗ってくれって、まあ、こっちはフリーダムで好きにやってんだけど。そう、フリーダムフリーダムフリーダムストフリー、ダブルキラ君って案外強いよねみたいな。そうそうそう、なんかまあ低耐久だけど、まあ、取られなきゃ最強みたいな。まあ極論、極論当たらなければどうということはない。で、だいぶ減らされてるんだけどそう、キラ対キラ、あ、いやキラキラ対高校みたいな。まあ、相手はね、コーラギ。これ結構押されてるんだけどね、まあ、おっと強烈な重厚補正で当てられていく。さあもう耐久はだいぶ崩されたぞ。いやもう初っ端からピンチ。パッとミサイル見てない。マイクロミサイル当たって、まあ先落ちになったけど、ここからなんとかダメージ与えてちょっとは盛り返したいんやなって感じ。いいとこないぞこのストフリー。大丈夫かこれ。大丈夫か。防御固めて、あー、しかし建物がね、ちゃんと仕事をしている。建物が仕事して、あれこれ大丈夫か。いやもう これはまずいぞ。まずいなこれは。いやでもこれ落とせば、おっとこっちは落としていく。おっとまだ。いやでもね、新品が降ってくるんで。新品が降ってきた。はい。いやまあこれ避け続けてダメージ与えて、なんとかこっちも食らわずに落としたけど、おっと落ちたぞ。結構ね、そのこのミサイルかわすのなんか、ね、たまに当たるんだ。もうこれはもうこれ確実にステップ最初からしとかないと死にます。もう当たって、いやもう強烈マジですごい弾幕ダブルギャロビー。あーとここは、はい、一応ね抑えてなんとか。そうもうお願いフリーダムになってるから今
まあまあ、で取って、まあ、車中も取って、この調子だったらワンチャン勝てるのでは。まだまだ分からない、まだ分からない。まあちょっとどっちか食らえば終わりだけど、まあまあ100以上あるからさ。おっと、フリーダムがねちゃんとね、あの弾をね巻いてたんで、これはうまい具合に仕留めたけど、すごいあの危なかったっていうか、あのストフリーなんかしてたっけな、圧勝してたんで、まあなんとか勝ててよかったかな。さて次の視点なんですけど、あ、まあこれもストライクフリーダム、そうストライクフリーダム、なんというかね、考えること少なくていいんだよね。なんか即サブストップキャンセルみたいな。そう、もうあのこのメインチャージはね、後ろから巻いて、ただね巻いて逃げる、巻いて逃げる、もうこれだけ。巻いて逃げて、たまにゲロ見る。そう、いやもう早いから当たらないしね。そう、たまにドラグーン巻いて、あ、刺さってる、ね、まあとはいえ距離があったんで、いやまあ普通にね射撃戦できてるんじゃないかなって思って、ね、そう、もう巻いて逃げるちょっとふわふわしてたら、まあまあまあね、あの準備運動みたいな、準備運動みたいな。ただね、そのセブンソードみたいな、なんかよくわかんないやつはどう相手していいかわかんない、ね、あ、まあまあ、なんか変に足止めるわけにもいかないかなっていう。あ、セブンソードちょっと取り引きだから、そう、油断できない。そう、なんか相手の行動に釣られるんだよな。その何してんこいつみたいな感じでちょっと迷ってたら、もう存在に食らってるみたいな。いや、なんかね変に格茶とかね警戒しちゃうから、ああ、まあ盾とかね出ちゃって無駄行動多くなるって感じかな。で、まあ、スト振りがなんか、まあ、気づかないうちにだいぶ減って、まあまあ相手もおっと、おお、刺さっているが、少し建物でちょっと阻まれるが、まあここやり過ごして、ね、先落とせればでかいかなって感じですけど、おお、どんどんしている。いや、よくミサイル当たるね、あれ。いや、もうあのミサイルマジでステップしないと当たるんで、必ずステップしましょうみたいな感じかな。とここはシールドして相手の三国先に落としている。これはだいぶ有利。あららららこれはこれはこれは分かるぞ。これはシード発動し逃げていく。ガンガン逃げる、ガンガン逃げる。あ、もう諦めてフリーダムいってる。セブンソードも始まって、こっち見直してもう一回来た。あらら大丈夫か。この間にフリーダムが3号機落とすればなんとかって感じだけど、まあ、あ、おっと、まだ分からない、まだ分からない。まあ相手も最後の覚醒吐いたんで、これさね終わってもう一回詰めれたら勝ちなんだけど、ちょっとフリーダムが削れているまあカットしてね。で、まあ向こうもたまらず行かせないように覚醒して、フリーダムはそのまま覚醒シードで、まあ、追い詰めてるって感じかな。おお、そのまま決めた。まあこっちも覚醒あったとはいえ、ただね油断したらねドーンなんだよな、球。まあ停滞球、まあ600600だから、お互い油断したら本当すぐないで、寄られるとね意外ともろいんだよね、この形。ああ、まあまあフリーダムの方は理解するけど、ここからは、まあ、まいつもの恒例のあのエクストリーム単語解説。エクストリーム単語解説、はい、明日から使える名人のエクストリーム単語解説になります。なるほど。さて、まずじゃあ一気に行くぜとは何でしょう一気に行くぜとは何でしょう一気に行くぜとはまあ、特定の機体が使える、まあ、あのその名の通り的に目がけて一気に突っ込む行動なんですけどね。まあこいつも一気に行くぜできるんですけどね、まあ、ブルーアーマー形態の時と、あれですね、まあ武装出した時の特撮キャンセルで、ああ、一気に行くぜ、一気に行くぜして、そっからウッキーって言わんばかりの人を決め込むのが一気に行くぜなるほど、覚えておいてください。これが一気に行くぜ名人。じゃあ次、あのブッパーとは何でしょう。ああ名人、過去落ちとは何でしょう。過去落ちとはもうクソ地雷うんこ行動ですもうあの本当極限のやらかしですね、まあこのゲーム覚醒ゲージあるじゃないですか。あるね。まあ覚醒してる間ダメージ食らったりしたら覚醒たまらないし、で覚醒してる最中落ちた時のもらえるボーナスがないんですよね。本当覚醒落ちってもう本当地雷行動でやらかしたらいけないんですよ。まあ、よくやがしてる人いっぱいいるんですけどねなるほど。これはじゃあ大事にあの覚醒を使わないといけないってことですね。そう、まあ覚醒したら、まあ、無理のない、まあ、あれですね、敵、まあ、詰めて反撃もらわないようにして、まあ、なんとかね通すって感じですかね。名人、ガバコンとは何でしょうガバコンとは
もうその名の通りガバガバなコンボだよ。いや本当、ちゃんと効率よくダメージ与えるコンボがあるっていうのに、本当もうアバコードばっかしてよくわからんぐらいにダウンしためて、まああんまり美味しくないコンボをすることですね。これがガバコンです。やめましょうガバコン、ちゃんといい気見て覚えましょう。さあ始まりましたよ試合の方は。い、さあさっきのね解説を交えてね、はい、まあ一気に行きながらね、まあ、角度を決めてね、ドッパーもして、フルアーマー対フルアーマーだな、これは夢の対決。まあここはガードして、まあ味方取ってくれる、はいはい、なるほど、まあ、一気に行きたいな、どっかで。そうですね、まあかわしたんで一気に行きましょうかね、そろそろ。おっと、一気に一気に行く、一気に行ったぞ。そう、横、ま、横、入ってる、横、ここは2、3回横でガードして、あ、はい、いや、大丈夫だ、まだいける、まだいける、脱ぎたいな、脱ぎたい、脱ぎてぇな、脱ぎてぇな。さあ、動く動く、脱ぎて、ちょっと全部打ってから動こうかな。よし、オッケー。あれ、動かない、あれダルゼータ君動かない。え、これもう行く、あっ、いた、入った、よし、入ったぞ。あー、ちょっとまだ、うわ、ぶっぱ、あー、怖い、ぶっぱ怖い、あー、ぶっぱ怖い。いけ、リュウティさん、いけ、あー、いや、溜まっている、いける、いける、ここは、打って、打って、横、横、あー、いや、ダメだ、まだ、いける、いける、横、ブッパブッパブッパ、あー、通るか、通るか、いや、通るか、あー、しかもちょっと覚醒時間がね、足りなかったね。よし、オッケー、ちょっと落とされてしまって、まあ体力あるんだよね、先頭も。さあ、一気に行きたい、一気に、あー、ちょ、まあこれはちょっと様子見て、まあまあ、あーっと、くらってしまう。いやー、もう一気に行くしかねえ、これは。一気に行った、それで吐く、はい、オッケー、入れる、まあこれ、ちょっと完成、ちょっと、あー、ちょっとガバい、できない。おっと、相手入ったぞ、向こうも入っている、あ、こっち来てる、はい、リーさん、リーさん、ブッパ、ブッパ、ブッパ行った、ブッパ行った、味方も落ちていない、よし、入った、ブッパ行った、削った、削った、あれ、いや、僕ね、いや、大丈夫、まだ味方取るくらいすっげー曲がり方してる、やばい、行け、行け、横、行け、入った、行ける、やばい、ブラストがない、やばくないか、行ける、行ける、マルカン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 、削れ、削れ、逃げて、逃げて、あー、爆風で消した、爆風で消えてった味方ありがとう。これがNEXT DREAM VS